江戸の識字率は男女ともに 95%。上下水道も整備された清潔な町でした。大変だNo.1867年大政奉還後、
最後にもう一度。いかがでしたか？ご感想とともに、リクエストもお待ちします。最後までご覧いただきありがとうございました。